仲間探しの旅を続ける夏たちは、到着したアメフラシの村で失意に暮れるジュビアと再会する。そこで彼女の口から語られたグレーの近況は、夏が1年前に知らされたある不安を呼び覚ますものだった。黒い影がグレーの体を蝕み、絡みつく新たな黒い糸はグレーの心を漆黒に染め上げていく。次回、アバタール。闇ギルドは去り、新興勢力の黒の時代が始まる。